ナリジクスサントは、1962年にウィンスロップ、ラボラトリー社により開発された、抗菌剤の一種である。日本では、第一製薬により、ウィントマイロンという商品名で販売された。この化合物は、最初に発見されたキノロン系抗菌剤であり、第一世代キノロンに分類されている。ナリジキシン酸とも呼ばれる。主に、グラムイン製菌に対して、 効果を発揮するが、後にレボフロキサシンをはじめとする、グラム陽性菌にも、効果を発揮する、ニューキノロンと呼ばれる、抗菌薬群も開発された。ナリジクス酸は、他の多くのキノロン系抗菌剤と同じように、DNA ジャイレースを阻害することによって、効果を発揮する。DNA ジャイレースが阻害されると、染色体中の DNA は、 正常な二重螺旋構造を取れず DNA の複製と転写が阻害される。その結果、細菌はタンパク質を合成できなくなり死に至る。しかし、細菌がナリジクス酸に対する耐性を獲得するスピードが速かったため現在ではやや時代遅れの薬剤である。アメリカでは他に毒性が低く抗菌作用の高い。 入気農論契約剤があるという理由から、すでに臨床利用されていないが、日本でも2017年11月末をもって販売中止となった。以下は販売されていた、当時の適用証。現在は販売されていない。ありがとうございます。